に炎が上がった。家計は成功だな。だが思ったよりも燃えてないぞ。家計の準備を敵の艦長に邪魔されたらしい。それが原因かもな。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。おい、ユージ様が消えちまったみたいだぞ。ご無事ならいいんだが。長州、いざ参る。よし、おいらが相手だぞ。主の子らの力か。見事だ。そうそうだ、我らの追撃を振り切る。だがこの敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天界と飛躍するのです。ここに及んで打ち損じるとは。長州で生涯の不覚。敵もシャニムにわしの首を狙っておるな。だがここを抜ければもはや勝ったも同然よ。曹操軍は完全に撤退した。この戦、我らの勝利だ。孫権殿、お見事な戦でした。この劉玄徳、孫悟の優先に敬服いたしました。玄徳様もかっこよかったわよね、え賢人様。おやめください、将校殿。そのように買いかぶられてはどうにも面はゆい。だが肝心の曹操には逃げられてしまった。ええ、ですがそれは想定の範囲内です。この戦、曹操軍を退けただけでも上首尾でしょう。確かにその通りだ。そうだな、今はただこの勝利を喜ぶとしよう。はい、孫悟の血を守ることができて本当に良かった。殿、お見事でした。この勇姿、大殿や孫作殿にもお見せしたかったな。よし、宴を開くぞ。みんな、今宵は無礼講だ。大いに飲み、食らい、歌うがいい。いいね。うちの連中も呼んで派手に騒ぐとするか。孫権殿、酒宴はよろしいが、あまり羽目を外されませぬよう。
諸葛亮殿、こたびの協力重ねて礼を言う。おかげで曹操から孫悟の地を守ることができた。いいえ、私はただ周遊殿の策を支えたまで。この戦勝は孫悟の地位があればこそです。押村区は曹操を撃てなかったことか。だがそちらはあまり意に介していないようだ。あの時想定の範囲内と言っていたか。まるで曹操は死なないと知っていたようだ。ええ、私には曹操が生き延びることは見えていました。それに今曹操に倒れられては困るのです。では私はこれで。曹操が倒れては困るだと。諸葛亮、何を考えている。敵将、俺が討ち取った赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は後唐からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。諸葛亮殿、君たちの協力には感謝している。いや、率直に言えばこの勝利、君の英知あってこそだ。恐縮です、周遊殿。この赤壁での勝利こそが好機。我らはこのまま慶州へと進攻するつもりだ。曹操の軍は遠征を続け疲弊している。逃げおおせたところで十分な体制は整えられまい。今ならば一気に慶州を掌握できるだろう。諸葛亮殿、君たちはどうするつもりだ。周遊殿は孫悟の、孫権殿の天下を実現すべく戦っておられます。そしてそれは私も同じこと。劉備殿を王者とすべく万事を整える、それだけのことです。何を考えている、諸葛亮殿。恐れながらつまびらかには申し上げられません。ただ一つ言えるとすれば、天下三分、それが今私が目指していることです。では周遊殿、またお会いしましょう。天下三分だと。諸葛亮、貴様もまた体型を描いているのか。曹操は赤壁で散々に打ち負かした。これからは俺たち孫悟の時代だな。うん、それはいささか流行りすぎであろう。そうですね。打ち破ったとはいえ、曹操の軍は未だに強大です。その力を完全に費やさせるには時がいるでしょう。乱世はまだ終わらない、そういうことか。そんなに暗い顔をするな、ジョセ。
まだだとしても俺たちで終わらせればいいんだ。その通りだ、主膳。周瑜殿、石壁での勝利こそ攻勢への呪し、いわば本当の戦いはここから始まるのだ。そしてそこにはお前たち若き将の力が不可欠。治癒を研ぎ澄まし、次なる戦いに備えてくれ。次なる戦い、もうすでに決めておられるのですね。ああ、我らは慶州南軍を攻め落とす。皆には私と共に南軍攻めに加わってもらいたい。南軍を守るのは防衛戦に長けた総司だ。一筋縄ではいかん相手だぞ。何の、お任せください。どんな奴であろうと俺が燃やしてみせますよ。周瑜殿、次の戦は劉備との共同作戦ではありませんね。そうだ、今回は我ら孫悟のみで戦う。もともと攻め来た曹操を倒すために手を結んだだけ、それが終われば命など形だけのものとなろう。事実、諸葛亮はすでに慶州で動き始めている。おそらくは我らに先んじて慶州を奪うつもりだろう。抜け駆けか。石壁での戦果を考えれば、慶州は孫悟が領して叱るべき地、劉備に渡すわけにはいかないだろう。なるほど、敵は曹操だけではないということですね。劉備、いえ、諸葛亮なる方にも警戒が必要です。そうだな。だが今は南軍を取ることに集中するぞ。曹操軍は手負いとはいえ未だ強大なのだからな。諸葛亮の動きは石膏に探らせよう。奴らよりも早く慶州を制さねばならぬからな。この戦で南軍を攻略し、天下二分の行使とする。皆奮戦し、孫悟に勝利をもたらすのだ。孫権様、出立の準備は整っています。ああ、分かった。蓮氏、いつもすまないな。ねえ、あの二人最近ちょっといい感じだと思わない？ええ、理想の主従と言えましょうな。そうだな、蓮氏殿は腕も立つし、殿のおそば役として言うことなしだよな。そういうことじゃなくて、ああ、もう誰か分かってくれないかしら。それにしても本当に羨ましいな。私にも誰かいい人が現れてくれるといいのに。なんと、姫様がそのようなことをお考えとは。いずれ姫様にも誰かのもとへ嫁がれる日が、考えただけでも泣けてくるわい。さて、殿の準備も終わりそうだし、俺たちも南軍攻めに加わろうかな。定府殿、どうしたんだ、今日はえらい無口だな。どうも落ち着かぬのだ。近頃周瑜が気負いすぎているように見えてな。敵に足をすくわれぬかと気が気でない。ほう、定府殿が周瑜を心配するとはの。お主も丸くなったものよ。あやつは今や孫悟の要たる大都督、ここで倒れられては困るのだ。素直じゃないなあ。けど定府殿が言うなら俺たちも気にしておくか。孫悟にとってはこれからが勝負どころ。周瑜殿を失うわけにはいきませんからな。そうね、定府が心配しすぎなだけならいいんだけど。ああ、ほら、みんな不安な顔してちゃダメよ。心配も必要だけど元気出していきましょう。さあ、
南軍攻めに出発よ。作戦は今伝えた通りだ。我々は周囲殿と共に南軍攻めに加わる。それは分かりました。で、なんで俺がこいつと一緒なんです？両毛殿、いちいちうるせえな。ごちゃごちゃ言わねえで戦えばいいんだよ。は？おいおい、冗談だろ。親の仇と仲良く肩並べて戦うやつがいるかっつーの。まだんなこと言ってんのかよ、小せえ野郎だぜ。やめんかバカ者。二人で力を合わせよと殿に言われたことを忘れたか。ふん、ちっ、やれやれ、先が思いやられるな。だがこの二人を御すのが俺の役目か。今劉備軍が慶州にいるとの報が入っている。これが事実ならば、諸葛亮は赤壁の戦にとどまらず、慶州奪還にも我々を利用するつもりだろう。奴らの思い通りにはさせん。南軍、そして慶州は我々孫悟が制するぞ。慶州を得るため高陵にいる曹仁を撃つ。気を抜いては。ねえねえ、どうしたの？何か困りごと？でねえ、周遊様、敵将の矢で負傷。船が故障、修理に使う。修理に。修理に。ありがとう。これで。その力、本物だな。楽に。